眼科専門医の平松です。今日は水を吸うことのタイミングの話をしようと思います。白内障の手術助手の時は水をかけるとお話しましたけれども、水をかけるだけでは水が溜まっていってしまったりしますので、では吸うことが重要なんですね。どうやって吸うか、最初は MQA、まあ、三角形のやつですね。これで吸っていく方がいいと思います。あまりにも水が溜まりすぎてしまったり、MQA で追いつかないような状況の場合はガーゼを使っていただくのもいいと思います。で、ガーゼを使っても追いつかない場合はガーゼをこよりのようにして目の端っこにつけておくと自然とある程度吸えます。ですからそのようにして水を吸っていただくといいと思います。吸うときに、右目の手術の場合は、助手側から近いのでとても吸いやすいんですね。目の内側、いわゆる目頭の部分、目尻の部分、どちらからも吸いやすいので、この時はそんなに問題ないんですけども、左目の手術になった時に、この時非常に遠くなるんですね。となると目頭側からだけ水を吸ったりしていることがあります。そうなると患者さんの水が溜まりやすくなるので、目頭側、目尻側どちらからも吸えるようにした方がいいです。ただし遠くてどうしても手が追いつかない場合は目頭側からこまめに吸って、水を取っていくというふうに考えていただいてもいいです。水を吸うときに目を押し付けちゃう人がいるんですね。こうやって目があって周りに水が溜まっている、で、吸いたいからってこう押し付けてしまうんですね。そうすると目に圧力がかかって中身が外に出ようとしてしまいますので、まあ、これを消視圧が上がるという言い方をするんですけども、目の水を吸い取る場合は押し付けないように注意してください。